1950年頃、宮中加海市加海市は和歌を披露し合う加海で、その年の初めに行うものを指す。現在では、年頭に行われる宮中での歌会市の儀が特に有名。もともとは、城代にて、皇族、貴族等が集い和歌を披露し合う加海で、その年の初めに行うものを指す。今日では、宮中加海市の他に、 京都冷戦下で行われているものが有名である。冷勢家では、カリーギヌやウチギなどの平安小族を身にまとい、数十名が集って行われるもので、京都の風物詩として、毎年マスコミ報道、古文教科書で紹介される。この他に、一般の和歌教室で、講師や生徒が年始に歌を披露し合う集いを、歌会はじめと呼ぶところもある。起源は、必ずしも明らかではないが、 鎌倉中期には、劇日記に、亀山天皇記の文英4年1月15日に、宮中で、代理五回、はじめという歌会が行われたと記録されている。ただし、当時は、作文し、漁有はじめと合わせた一連の行事として捉えられて、五回はじめと呼ばれており、1日のうちに3つを、行うのが通例と考えられていた。また、年始に限らず、天皇や、 辞典の君の失政開始後に開催される場合もあった。ただし、五回誌そのものは、室町時代に中絶しており、聖和か五回作法古実という書物によれば、御縁友天皇の英和年間の和歌五回始めを模範として、御かし天皇が、明王十年正月の月次歌会を、独立した儀式として取り行ったことが記されており、これが、 歌会詞の直接的起源であると考えられている。江戸時代からはほぼ毎年開催され、少しずつ変化をしながら、現在に至る。近代においては、明治2年に京都五社の正午所で行われたのが最初であった。明治7年には、一般国民からの栄進も広く認められるようになり、明治12年からは栄進化も読み上げられるようになった。さらに、明治15年以降は、 天皇の御政や一般の栄進歌が新聞や官報などで発表されるようになった。栄進歌の選考は宮内省に置かれたお歌書が行った。この頃歌の才を認められて徴用される者も,も現れた。氏族出身ながらも宮中女官となった平尾関は18歳の時に歌の師である八田智則の推薦で宮中に入り、皇后義子より歌子の名を賜った。 女子教育者として一世を風靡した下田歌子である。歌子会始の代は直代と言われる。昭和3年には歌会始の式次第が定められ、それまで歌子会始めだったのが、歌会始めに解消される。昭和22年より、現在のように皇族のみならず、国民からも和歌を募集し、在野の著名な歌人に移植して、戦歌の選考がなされるようになった。 それに伴い、直代はお題と言われるようになり、平易なものになった。これにより、上流社会の行事から、一般の国民が参加できる文化行事へと変化を遂げた。例年、お題として、漢字一字が指定され、歌の中にこの字が入ることが条件となる。9月末頃の締め切りまで、区内庁が管轄して広く、一般から栄進化の募集を受け付ける。応募方法は、 基本的に毛筆で自筆し郵送するが、身体障害を持つ者のために代筆、ワープロパソコンでのプリント、展示での応募も可能である。応募された、栄進歌の中から選者が10作を選出する。選出された歌は、選歌として、漢方の皇室時項欄及び新聞等にも掲載される。選歌にならなかった場合も、佳作として、 新聞等に掲載されるものもある。歌会しの儀は1月10日前後に公共宮殿末の間にて行われ、戦火の永新者全員や戦者らが招かれるほか、売席者も多数招かれる。大まかな流れは以下の通り。儀式次第は NHK の総合テレビで全国に生中継される。アナウンサー1名が式次第を実況し、飛行の最中に読まれている。 歌の背景などを解説する。式次第の終了後、番組の最後に来年度のお題が発表され、映進の方法もアナウンスされる。当日のニュースでもその模様や読まれた歌が紹介される、場合がある。飛行小役による漏洩そのものの持つ、質的な魅力に加え、各地の国民の映進化が披露されるという、全国大会のような興味、また、天皇、 皇后をはじめ皇族の栄進下には、心情、近況が示唆されることもあり、注目を浴びる、宮中行事の一つである。歌会士の選者毎年、応募作品の中から家作を最終的に選考する、家人。民間の著名な家人の中から5人が選出され、引退や死去等で欠員が出た場合に新たに選者を補充する形をとっている。明治、大正時代、昭和時代。 平成時代令和時代茶道では初釜に、江戸と共に直大にちなむ茶道具が選ばれる。また、和菓子店では、新年を祝う菓子として、直大菓子が制作、発売される。1962年1月15日、宮内庁は入選歌を盗作の疑いで取り消した。1963年にも、同様の事件があった。ありがとうございます。